南部バス八戸営業所、岩手県北自動車株式会社南部支社八戸営業所、岩手県北自動車南部支社八戸営業所は、青森県八戸市にある、岩手県北自動車の営業所である、南部バス時代の敷地、建物、設備をそのまま引き継ぎ使用している。岩手県北自動車南部支社管内では、最大規模の営業所であり、南部支社も、 同建物内にあるほか、道のりトラベル、東北八戸市店、旧南部バス観光本社も併設している。八戸市内路線と一部の市街路線を運行区域としている。青森県八戸市瀬川日夜6から79。2019年4月1日現在、なお、八戸市地域公共交通会議による市地域公共交通連携計画の策定に基づき、 2010年4月1日以降、八戸市中心街乗り入れ路線にて、方面別ナンバリング記号を導入している。全区間、八戸県域定住自立圏路線バス、上限運賃化実証実験対象路線。この路線では23日町、16日町ピアドゥ、ラピア総合館を利用する場合の運賃は、特定区間運賃として150円均一となる。逆に、 ラピアからピアドを経由して新原町家に利用する場合の運賃に対しては、緑町経由を利用する場合よりも一気に跳ね上がるので注意。八戸市営バスより、遺憾路線。太地は、本路線専用共通定期券適用区間。八戸市中心部と八戸駅との間を結ぶ同社の主要幹線の一つである。2008年4月1日に、 八戸市交通部との共同運行化が実施されたが、同社では、電面木経由の過半数のみを担当し、従来の小中のバスセンター発着を、ラピアバスターミナル発着に振り替えた。この路線では、南部バス、八戸市営バスが発行し、八日町、三日町、六日町、八戸駅間を対象とした、共通定期券対象路線であり、根じろ大橋経由、市営単独、 電面木経由いずれも共通に利用できる。2019年4月から、八戸駅線のたずらぎ、日赤病院経由は、同社がすべてを担当することになったが、共通定期券はこれまで通り使用できる。八戸市営バスより、遺憾路線、一部便にて、フェリー不当を経由していたシルバー病院線、清錬所前経由の廃止に伴って2010年に、新設された。途中、 本八の兵器に停車するが、本路線では、フェリー利用者に特化しており、クローズドドアシステムを採用するため、途中下車することはできない。当初は、中心街ターミナル発着の1往復半、朝1往復、夜フェリーターミナル行のみ0.5往復のみで開始し、2018年4月より、八の兵器発着の1往復を追加しに往復となる。 本八戸駅方面から日夜方面へ向かうが、八戸営業所業、六日町には停車しないとは異なり、この路線ではこれまで六日町バス停にも停車していたが、2010年4月1日のダイヤ改正以降は、中心街、六日町には停車しないことになった。八戸市営バスより、遺憾路線。この路線では、中心街から日夜方面へ向かうが、 八の平業所業とは異なり、昨日町には停車せずに、六日町バス停に停車していた。このため、この路線では、昨日町には停車せず、国庫補助対象路線、八のカルマイ町も補助。しかし、近年の利用客減少を理由に、2010年4月1日からは、ラピア太陽公園前館と太陽公園前から、 カルマイ病院間の二つに分けて運行することになった。これと同時に、経路中の中心街、六日町停留所には停車しない。これに伴い、運賃は太陽公園前を境に一旦生産することとなる。岩手県北バス本社が発売した乗車券類は使用できない。八戸市から岩手県広野町大野との間を結ぶ南部バス最長区間を走破する。 一般路線バス。沿線区間内では、平日の朝夕に、青森県立八戸大二養護学校の生徒たちが、通学のために乗車していい。八戸川の発着地が、ラピアに転換後も、長年小中のバスセンター発着であったが、年々利用客が減少し、運行本数を減らすとともに、八戸川の発着地をラピアに変更し、本八戸駅を経由して、 中心街へ回るルートに変更された。便によっては、ピアド折り返しによる、循環線、または、中間点である、ピアド発着が混在する。南部バス、特定非営利活動法人青森県、環境パートナーシップセンター、八戸マイバス検討委員会、ラピアピアドとの連携によって実現し、マイカーならぬ、マイバスとして、気軽に用できるようにと、 新たな試みとして新設されたバス路線。従来から運行された南部バス、三崎大団地線のうち、中心街周りを全廃させ、ラピアピアド乗り入れ系統を短縮、再編て新設された。かつてウィラーエクスプレス西日本が、大阪地区の路線バスで使用していたイスズエルガを購入し、当時の外装のままで運用している。運賃は初乗り170円から、 最高上限運賃320円まで利用ができる、定期券、回数券の利用も可能。また、ラピアビーティ、または、ピアズイ東洋稼働前の各バス停にて降車する場、降車時に、各 SC にて割引特典が受けられる、得得、チケットが配布される、特典の内容については、車内に備え付けてあるチラシを参照のこと。運賃が、 最大200円となる点が大きな特徴である。全停流書を記載。2代目専用車両、イスズ・ジャーニー系 PLR312J 富士 6E 発色センター、クリアスタジアム東口にて、2007年6月撮影。本路線の運賃は170円から最高220円までの上限運賃を設定している。試験運行のため、 運行期間終了までに利用率不調の場合には運行終了となる。2010年4月1日から1年間の予定で試験運行となっていたが2011年度以降も運行する。以下のこれらの臨時バス路線では特別運行のため八戸市から交付される発達共通バス券、高齢者、微笑み共通バス券、障害者等での利用は 八戸市内の区間であっても利用できない乗車した全区間の運賃が必要となる。テラシタの御礼大祭が行われる毎年5月の第3日曜日に運行。八戸市営バスより、遺憾路線。島森経由、国蔵山礼大祭が行われる毎年6月の第1日曜日に運行。この路線は、八戸県域定住自立圏路線バス。 上限運賃化実証実験対象外路線である。2012年度の運行経路、2011年までの運行経路、太地内の区間は2005年9月30日をもって、八戸市南郷区内の路線における補助金削減を目的に廃止された、区間内の臨時停留所、それ以外の廃止区間内の停留所には停車しない。撤退時点まで、 八戸発着の3.4号を国際工業と共に担当していた。2019年4月1日付、八戸市営バスより移管八戸市営バスへ再移管路線。この路線は、移管前の八戸市営バスの日経線、河原木団地南口発着に相当する区間と、大橋巡環線の一部を統合して、八戸城北病院まで運行していた。 八戸市営バスへの再移管では2010年以前の日経線に相当する区間のみ再移管され、区間外の河原木団地南口石堂、八戸城北病院はラピア発着のお買い物ライナー線が引き続き運行する。2010年4月1日付、八戸市営バスより移管路線。この路線では23日町、16日町沼立一町目損五間を 利用する場合の運賃は、特定区間運賃として130円、市営バスより20円安く設定に設定されていた。八戸市営バスより、移管路線。この路線では23日町、16日町沼立て1丁目総合間を利用する場合の運賃は、特定区間運賃として130円、市営バスより20円安く設定に設定されていた。 2009年4月1日付、八戸市営バスより、遺憾路線。2008年4月1日付、八戸市営バスより、遺憾路線。八戸市営バスより、遺憾路線。八戸市営バスより、遺憾路線。この路線について、各始発の時点では、758個ニュータウンと表記され、中心街方面始発では、平中バス停通過後にて、八戸駅始発では、 日赤入り口通過後にて、それぞれ方向幕が本来の行き先に切り替わる。これは全区間の所要時間が他の経由先と比べて長いことに加えて運賃が高額であることなどから、ご情防止のために設定されている。また、中心街から日夜方面へ向かうが、八の営行所行きとは異なり、昨日町には停車せずに、六日町バス停に停車する。このため、 この路線では昨日町には停車せず、近年では利用客の減少や燃料費の高騰などによる赤字路線であることから2008年4月1日のダイヤ改正をもって八戸ニュータウンを境に系統分割を実施し、八戸ニュータウン内の区間を市営バス八戸ニュータウン線と同経路に変更し、 南部バスが設置した単独の停留所をすべて廃止するとともに、本数の大幅削減を実施した。2007年4月1日付、2012年4月1日のダイヤ改正により、一部便を8の壁田高南郷校舎へ延長。2017年4月1日改正で、南郷事務所南郷校舎間 1.1km が廃止。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。